会はね、本当に楽勝なんだよね。で、倒して、で、この子倒して、楽勝と言いつつちょっと頑張ってますけど、てかあのタコの倒し方を教えてくれる場所だったんですよ。ここはいつもなんかタイミングを見て矢で撃ってたんだけど、あの吸い込むモーションの時になんと爆弾を吸い込んでくれるという、知らなかった。この試練に出会うまで知らなかった。よし、で、あの子にすぐバレた。でも別によくって割とすぐに奇襲すれば OK。あぶな。あ、そうそうそう。んで、落ちてほしくないんだよね。あ、落ちちゃった。でも死んだか。死んだっぽいね。よし。ここにバレてなきゃ OK で、ビタロック回復待って次のとこ行こう。これアイテム手に入んないんだけどね、爆風で吹っ飛んで。あれ、これってなんか壊し方あんのかな、バックライン。多分ね、あれ肉かなんか飛んでってんだよね。もったいない。じゃあ行きますか。まだバレてないね。よし。よし。結局斧使わないじゃん。うっそー、めっちゃくちゃあっさり壊れるやんか。知らんかった。9階でいいやん。よし、あのね、あのメテオロットが超重要。で、こっちはアイスのあれもないから、時間かけて倒す羽目になると。あ、しまった。
てやろうと思ってたんですよ、ね、実はこの体験で一撃だったりするのかな。ちょっと試してみて。あ、なるほど、溶接の体験を使おう。で、この奥の子がね、確か大変だった気がする。それこそ氷雪で凍らしながら人数減らしてやっていこうかな。そうしよう。あ、モリグリンもいるんだよね。あ、ダメだ、ここ暑いからすぐ溶けるな。この槍は割と使わないんだよね、最後まで。これ使うか。頼もう。頼もう。はい。ああ、そうだった。忘れとった。君、それだったね。欲しくない方向に飛ぶね。よしよし。11なら大丈夫。よし、北斗神拳。槍で北斗神拳だな。考えるか。よし、これでいつも通りの作戦で行こう。
強いやつで把握を終わらせた方がいいな。割と一体ずついけたはず。前回とは違うか。くそ、妖精使っちゃったじゃん。したいことがあるんだよね。マグロック。なんか別に普通に倒せばいいんだけど、なんか周りにね、これがあるの。あの上に吹き飛ばしてくれるやつ。で。この時に爆弾を押すとそのままそこに降下してくれるんだよね。ってことは 真上で落としたら一応なんか攻撃できるのかなという。ってかそれをしてねと言わんばかりに設置してやるから、ちょっと一回試してみよう。あ、起きちゃった。よっ、くわ。まあ簡単にはやらせてくれんね。お、ああ意味ないよね。でもこれ正しく使う方法ってあんの。とりあえずこれで溶かさないと。普通にやろう。そしてハンマー、ハンマー。ほっほっほっ、よいしょ。あ、しまった。これが当たらんと意味ない。やばい。あ、よかった、直撃じゃない。マックス、そうはさせん。よいしょ。で、で、で、よいしょ。OK、ナイス。あ、上がってよ。リンク君。
なんか食らわんかった。間に合って。よし。あ、あかんかあかん。ああ。なんかちっちゃいの食べたいね。やっぱ食らったな。よし、終わったっしょ。よし。何だったんだろうな、あの噴射口は。12回か。12回休憩中。あれ？よし、妖精さん。最大で3匹いたりするけど。よし。前は、使わずに行っちゃったからね。よし、俺を売りたいのでいいかな。これ行こう。よし。で、デザート。と、ポカポカする。そうだね。まずポカポカ増す。そうだそうだ、別にね、そんなにポカポカ効果がいらんのよ。3つぐらいあれば大丈夫だった気がする。なんともせ、取るか、取るか。で、忍びもあった方がいいのかな。あった方が楽になったりするのかな。とりあえずこんな感じで。頑張りいるか。よし、とりあえず行きましょうか。なんかいつの間にか180人も見ていただいてありがとうございます。こんなプレイングで大丈夫でしょうか。